まあ、なんて素晴らしい。私をどうするつもり？おや、震えてかわいそうに。大丈夫、安心して。何も怖くありませんよ。だってあなたはこれから何も感じない人形になるんだから。何も感じない人形になるんだから。動けない？もしも人形にされたら。そこはこの公式を当てはめて。公式ってどの公式？いっぱいありすぎてわかんないよ。だから言ったじゃん、こんなテストギリギリじゃなくて余裕を持って勉強しろって。待って、そちらにみどりさんはいませんか？え、みどりちゃん？いないけど。みどりならマネージャーが呼び出してたじゃん、用があるって。実はみどりさんに悪魔の偵察をお願いしていまして、でも連絡が取れなくなってしまったんです。は？一人で行かせたの？言ってくれたら私も行ったのに。僕もそう言ったんですけど、みどりさんが勉強を邪魔したくないから一人で行くって聞かなくて。場所はどこ？私が様子を見に行ってくる。じゃあ私も。あかりはダメ。なんで？あんたこれから祭祀でしょ、それ落ちたら本当に単位落として留年するんだよ。それを言われると。ちゃっちゃと連れて帰ってくるから、おとなしく勉強して祭祀受けてきな。送られてきたマップだとこの辺りだけど、いないな、緑。おーい、緑？どこに？あ、人形遊び。あ、何これ？って、緑？よかった、緑。無事で、緑？ねえ、緑、どうしたの？無駄ですよ。あ、彼女にあなたの声は届きません。こいつ、悪魔？あんた、緑に何をしたの？まだ何も、少し薬で静かになっていただいただけです。薬って？大丈夫、あなたもすぐ人形になりますからね。来るな、やめ。意識が。さて、まずはお着替えしましょうね。あれ、ここどこ？あ、何これ？もしかしてここにいるのってみんな人間？っていうか私も体が動かないし、もしかしてさっきの薬のせい？お目覚めですか。さーて、食事の時間にしましょうか。何こいつ、もしかして人形ごっこでもしているつもり？さて、最後の晩餐ですよ。食べたらダメ、何が入っているのかわからないのに。そうわかってるのに抵抗できない。ほら食べなさい。おや、こぼれてしまいましたね。あの反抗的な瞳も素敵ですが、やっぱり君はこの姿が一番美しい。僕はね、美しい人間を人形のまま保存するのが好きなんです。そして姿は美しいままじっくりとその魂をいただく。では僕もいただこうかな、君の魂を。炎よ、アイちゃんを助けて。あなたは？アイちゃんたちに何をしたの？救出。アイちゃん、みどりちゃん迎えに来たよ。誰ともどうしたの？動けないの？呼びかけても無駄ですよ。今の二人はただの人形も同然、体の自由は僕が奪っていますから。そんな、許せない。二人を解放して。炎よ、させません。アイちゃん、みどりちゃん、お願い目を覚まして。
無駄無駄、一度汚染した精神が元に戻ることは二度とないんですよ。ほらステッキ、二人の分も取り返したんだよ。さーて、あなたも私の人形になってもらいましょうか。お願い、二人とも元に戻ってよ。な、一体何が。あれ、体が動く。え、あれ、私、何を。そんなはずは、私の魔法が強制的に解除されただって。よかった。あかりちゃん。いや、あかり、泣きすぎ。って、どうやら再会を喜んでいる場合じゃないみたいだね。うん、悪魔、倒さないとだよね。うん、私たちのこと、ずいぶんと好き勝手してくれて許しませんから。あかりちゃんに水よ、さらなる力を。いいよ、ウルラフルパワー。そんな、私の人形か。はあ、一時はどうなるかと思ったよ。ごめんね、私のせいで逆に手間をかけさせちゃって。ううん、二人が無事で本当に良かったよ。それより、この子たち元に戻らないね。どうして魔法が解けないんだろう。あの悪魔は人形にしてから魂を食べるみたいだった。もしかしてこの子たちはもう。そんな、じゃあこの子たちは元に戻れないの。何か方法があるはずだよ、探してみようよ。でもどうやって。あかり、魔法をかけた悪魔を倒したのに元に戻らないんだよ。それってつまり。そんなの、きっと何か方法があるはずだって。あかりちゃん、だって女の子だよ。私たちと変わらない年の、きっと私たちみたいに明日は学校があって好きな子もいてテストで苦しんだりして、なのにこんなのってないよ。あかりちゃん、それどうしたの。ステッキが光ってる。そうだ、そういえばさっき二人が目を覚ました時も、もしかして。あれ、ここは目が覚めた。どうして突然この光のせい。この力、何。本日の結果、あかりたちの勝利。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。あなたも魔法少女になろう。